はい、おはようございます。おはようございます。私から一件ご報告申し上げます。コジェネの導入促進に向けた電気事業制度の運用改善についてご報告したいと思います。ご承知のとおり、革新的エネルギー環境戦略において再生可能エネルギーと省エネに並んでコジェネの導入促進が大きな柱の一つとされております。コジェネの導入促進については、これまでも補助金などによる支援を行ってまいりましたが、今回コジェネ導入のハードルを下げる観点から電気事業制度の運用改善を行うことといたしました。具体的に申し上げたいと思いますが、工業団地などでコジェネによる電気を供給する場合、電気事業法上の特定供給の許可を受ける必要があります。この場合、現状では供給者の発電設備、自家発電のいわゆる設備が需要の 100% を満たすことを求めるのがこれまでの許可の基準でありました。これを見直しまして、コジェネによる自家発電で発電される電力量が需要の 50% までは電力会社等からバックアップを受ける場合であっても許可を行うこととすることにいたしました。このため、電気事業法の審査基準を改正し、本日施行する予定であります。詳細についてはこの後事務方から説明をいたします。私から以上です。幹事社から質問させていただきます。まず、本日ですね、田中法務大臣が辞表を出されたという報道がありましたけれども、この件について、特に野田政権になってからですね、大臣が、結構お辞めになるというケースが相次いでいると思うんですけれども、この点についてどう認めていらっしゃるのかという考え方をお聞かせ願いますでしょうか。解散と大臣の任命は、総理の専権事項でもありますし、私自身がその総理の専権事項である任命権に基づいて経済産業大臣を務めている方でありますので、コメントは避けるべきだろうと思います。続いて内閣の支持率もですね、内閣改造を行ったにもかかわらず、なかなか各社の世論調査を見ると厳しい数字が続いていると思うんですけれども、内閣の一員としてこのような世論調査の数字をどのように見ていらっしゃいますでしょうか。官房長官の時代から世論調査の数字と世論はイコールではないということを申し上げてきておりますが、一方で、内閣としてのさまざまな対応についてですね、国民の皆さんから厳しい目で、見られているという認識をしっかりとした上でですね、そうした国民の皆さんの声に少しでもお答えできるようにさらに努力をしてまいりたいと思います。次ですが、昨日発表された貿易統計ですね、上期の貿易赤字が、3兆円超と過去最大の赤字となりました。原因とすると LNG の輸入量の急増と、特に中国問題が影を指しているというふうに言われていますけれども、今後の貿易収支について大臣の考え方をお尋ね願いますでしょうか。ご指摘の通りですね、こうした結果になっている一つの要因は原油や天然ガスの需要の増加で輸入量が増えている、輸入額が増えているということでありますが、一方で輸出が減っているということもあります。その背景には中国の景気の減速、あるいはより広く申し上げればヨーロッパの金融不安というものの影響が世界に、世界経済にさまざまな影響を与えている、このことの要因が大きいだろうというふうに思っています。また同時に、9月についてはいわゆる反日デモや不買運動も影響したということは否定できないというふうに思っております。いずれもですね、対外的な、国際的な要因でありますので、こうした状況をしっかりと注視しながら、できる対応を、国内的にできる対応を努力してまいりたいと思います。
管理者から以上です。石油通信の斉藤です。先日のエネ関会議でいわゆる法定表の議論があったんですが、その場でそのエネルギー基本計画についてはグリーン政策大綱や温暖化計画とも関係するので、それを3つ、取りまとめをしたい、近く総電話を取りたいという、そういったお話があって、大臣も先般の会見するような話があったと思うんですけれども、でそうしますとグリーン大綱等はその年内にも取りまとめるということなんですが、エネルギー基本計画についてもそれに合わせ、当面はその取りまとめはしないという、そういう理解でしょうか。違います。決めてません、決めてません、決めていない。はい、まずは、はい、エネルギー調査会を開いて、はい、エネルギー環境会議での法定表といいますか、はい、それからそれぞれのテーマ、エネルギー基本計画と関連するそれすると思われるテーマについての進捗状況をご報告をいただき、それを踏まえて、どのタイミングで、総合エネルギーを取りまとめるかを議論か、はい、ということですので、その踏まえてということは、そのグリーン大綱等の進捗につくということであれば、それが、まとまらなければ、エネルギー計画もまとまらないという見方もできると思います。違います。そうであるのかどうか自体をご議論です。北海道新聞の安田と言います。電源開発の大間原発についてなんですけれども、まずフルモックス式の原子炉を導入するということについてどういうふうにご覧になっているかという点と、あとその北海道の函館市などが先日建設の無期限凍結を求めて要望をされたと思うんですけど、それについて今後どう対応するか聞かせてください。フルモックスであるということ、モックス燃料を使うということについては、なんていうでしょう、一番なんていうか関連するのは安全性ということだろうというふうに思います。で、この安全性については規制委員会が独立してご判断をされるというふうに思います。それから、さまざまな原発についての周辺自治体の皆さん、あるいはそこの住民の皆さんのさまざまな声、これはしっかりとエネルギー政策と関する経済産業省としても受け止めなければならないというふうに思っていますが、まずは安全性についての判断がどういう手順でどうなされるのかということが、周辺住民や自治体の皆さんの理解を得られるかどうかということに大きく影響すると思っておりますので、大間原発についても、まずはこの原発が完成した場合に、動かしていいのかどうかということについての規制委員会の判断を待ちたいというふうに思います。福山です。すみません、何点かと思います。まず一点、これも確認で恐縮なんですが、都心戦略 の40年で廃炉にするというルールを厳格に求めるという考え方なんですが、これは大臣はその20年の延長についてはどう採用されるお考えなんでしょうか。これは法のこの40年廃炉原則の運用自体が規制委員会にに独立して委ねられているわけであります。ただその法律を国会に提出をした内閣の立場としては、その例外というのは非常に厳格に、本当の例外というのは例外であるべきだという考え方で、立法者の意思というと議会になるかもしれませんが、法案の元となる考え方を提出した内閣の意思としてはそういうことであるということです。それを十分に考慮されて、法に基づいて規制委員会によってご判断されると思います。例外の場合によっては認める可能時もあるということを考えています。法律にそう書いてありますから、少なくとも現行法のことでそれを 100% ありえないといった違法になりますので、それを言うことはできませんが、
限りなくゼロに近いものだという思いで、あの法改正の元となる懸案を内閣としたしているということは、立候補者あるいは起草者の意思というものは法解釈上一定程度の考慮をされる、ただどの程度考慮されるかは最終的には独立して権限を行使する政治体のご判断だと思います。もう一点、その弊社の今朝の報道でその風力発電の買い取りについてですね、原子力の運転状況を、まあ、通常よりも多く見積もって、積算していたという話についてですね、現実とはかけ離れているのではないかという指摘をしているんですが、大臣の受け止めをお願いします。まずこの風力発電の連携可能量については、今年の4月に再試算を行って、一般的事業所全体で 1.5 倍程度に拡大をしているところでございます。でこれは現在、風力発電の実際の連携量というのは、連携可能量を下回っておりますので、当面、風力発電が順調に拡大をしても、このことによる、なんていうんですか、限界というものを当面はしない、むしろ北海道とか東北の一部についての電力線、電線についての方を早くキャパシティ高めないと、むしろそうした限界で風力発電が思った通りに進まないということの障害になるということを危惧しています。で、さらに将来にあたってはですね、風力発電が導入が進めばですね、平滑化効果が出てまいります。つまり、数が少なければその風車のところでどの程度風が吹いているかということによって風力発電の発電量が大きく変化をいたしますが、増えていけばいろんなところに風車があるということですので、変動幅についてどの程度に見込まれていけないかというのが少なくなっていく。でこういうことになれば何て言うと、つなげる量というのは増えていくということになりますので、そうした状況と実際の原子力発電所、これからの安全性について、規制委員会がチェックをして、稼働できないという判断をされるのも出てくるか、そういったものも盛り込んでいくべきだろうというふうに思いますので、まあ、いずれにしてもそうした状況を見ながら、適切に、見直しを行っていきたいというふうに思います。すみません、ちょっとさっきの件なんですけど、で結局じゃあその、まあ、近く送迎所を開いて、でもその進捗状況を見ながらということですが、そのグリーン対抗や温暖化対策のがまとまるに先立って、エネルギー基本計画を立てる方向なのか、それも含めて検討するということなのか。先行して決めるべきなのか、はい、それとも、まあ、同時並行的に決めるべきなのか、はい、ということ自体、まずはご議論いただこうと思います。いいですか。はい、